ボンボヤジュン、どうもかかです。今回はね、シーズン2最後ということで、何を紹介しようと思ったところ、ファイアローがいいんじゃないかなと思って、ちょっとファイアロー紹介したいと思います。では行ってみようか。今回紹介するファイアローが、炎飛行タイプのものとなっております。で、テラスタイプを飛行にしてるんで、作り方はちょっと簡単かなと思ってる。でね、ちょっとね、みんなと違うのが、今回は、特殊型にしてみました。これ刺さるんじゃないかなと思ってます。でね、この夢特性の、ハヤテの翼があるんで、HP が満タンの時ね、暴風とかエアスラッシュが、先制で入ります。で、流れなんですけど、やっぱりドラパルト、マツカイナ、デカヌちゃんあたりが初手で出てくることってかなり多いじゃないですか。で、ドラパルトに対しては、テラスタル飛行を切ることによって、暴風で角一で落とせます。そして、デカヌは大文字一発で角一。HP ぶりでも関係ないです。あとはね、マツカイナとかを抜くために、今回ね、努力値はね、CS で振ってるんですけど、性格はね、臆病で振っているんで、素早さがね、非数値にすると195かな。195で、マツカイナが192なんで、まあ、抜いてるかなって感じなんで、トンボ返りを上から打てるかなと思ってます。助け方が多分多いとは思うんですよね。まあマスカイナ対面で最後まで残ったとしてもエアスラ連打でヒルミも狙えるし暴風も狙えるかなという感じで、マスカイナは S1 抜いとかないかないかなと思っての臆病となっております。で、持ち物をこだわりメガネにしているんで、特殊型の攻撃力はね 1.5 倍まで跳ね上がるんで、これ結構引っかかるんじゃないかなと思ってるんだよね。ファイアローって結構物理型が多いイメージではあるんだよ。そこに対しての特殊ファイアローで 1.5 体まで落とせたら後が楽かなとは思ってます。ちょっと後はね、使ってみないと分かんないと思うんで、ちょっと行ってみようか。さあ、対戦よろしくお願いしますというところで、そうだね、セグレイブとかは全然あるのかなっていう感じはします。まあ、マスカイナ対面になることが、まあ、格持ってんのかな。まあ、あとはね、ヘイラッシャーあたりをどうやって倒していくかっていうイメージなんですけど、まあ、今回は、そうだね、ニンフィアは入れとこうかなと思ってます。まあ、あとはこのヨタルでどうにかなんじゃないかな。ちょっとポケモン6体選出ちょっと変えようかな。さあ、つくしんぼさん対戦よろしく。まあ、気をつけないといけないのはセグレイブかなっていう感じからしますけど、ヘイラッシャーから来ると。まあ、あくびは読んでいかないといけないのかなと思うし、やっぱりゴツゴツメット、そこら辺は警戒はしております。まあ、焦らず、このザルに普通にチェンジでいいんじゃないかな。アンコールあるし、まあ、詰めるかなと思ってます。ゴツゴツメットだと思うんですけどね、食べ残しのパターンだったら、ちょっとトンボ返って、まあ、どっちみちあんま入んないから、これ変えようか。さあ、ファイアローチェンジからのこのヨザル。これが一応やる気で眠らないっていう状況まで持っていってます。ウェブタックル。まあ問題ないでしょ。うん、ここは全然 OK でしょ。さあ、なかなかの耐えを見せながら、ハンドも入っていくと。で、ここからガクガク食べ残しである程度回復して、相手がね、なんか切り替えてきた瞬間にはアンコール打てるかなと。相手食べ残しだね。OK、吐く。ってことは、そうですね、ここはもうビルドアップ積みながらドレッパンで回復しながらっていうのが、まあ、綺麗な形かなと思いますね。ビルドアップ、まあ、ウェーブタックルで押されたとしてもね、だんだんと入らなくなるし、こちらとしてもまあ問題、どうしようか、どうしようか。アンコール一発入れて、ファイアロー変えて、難しいな。これはちょっと難しい展開かな。ファイアローの暴風がどこまで入るかにもよるよね、ここは。多分ファイアローの暴風も確認ぐらいなんだよ、テラスタルしたとしても。なんで、ここウェーブタックル打たれ、きついな。一回アンコール発散見ます。で、ここで地割れで固定して、一応固定しといて、これちょ、当たんだよ、マジで。マジで当たんだよ。で、こっからちょっとファイアローっすね。あー、いや、ファイアローしかないな。で、相手地割れしか打てないんで、ここ引きなんすよ、確定で。確定引きなんですけど、まあ、どれも角2では落とせるかなっていうイメージですね。僕がちょっと当たらないと始まんないですけど、ちょっと俺のファイアローちっちゃいな。ヘイラシャ引っ込める、マスカあたりが来てくれるともう勝ちなんですけど、これ勝ったね。うん。不意打ちじゃ落ちないんで、問題ないですね。さあ、決めていこうか。いくよ。合点承知、才能解放。
飛行と飛行が交じり合った時、ある火山にはフェニックスが訪れたという。炎は止まらず自分を燃やした。羽の数だけ強くなったんだよ。俺はハネール伯爵。さあ、ここ暴風バチバチで構える。これ混乱する可能性もワンチャン、ツーチャン、スリーチャンとある状況ですね。はい、問題ない。狙い通り。さあ、ここまで持ってきてしまえば、うん、相手は多分ね、ハチマキだったのかな、イメージ。さあ、ヘイラッシャーは角2で落とせるかなっていう状況です。さあ、相手ヘイラッシャー、そうだね、ここウェーブタックル連打してくる可能性の方が高いのかなっていうイメージかな。そうだね、ニーフィアはまだ出したくない。ここちょっと押しましょうか、ボフ。さあ、ボフバチバチで当たっていく。これはね、特殊にはそんなに振ってないと思うんで、確認ではいけます。問題ないよね。さあ、あくび打たれるんですけど、もうやることやったかなっていうイメージの方が強いかな。2体落としちゃってるからね、これで。ヘイラッシャーを2、ヘイラッシャーまで2体落とせる、うん、この状況やっぱ強えよ。まあ、基本ヘイラッシャーとか、まあ、どうつでもなるんですよ。こうやって。上からどんどん打っときゃ勝てんで。さあ、お疲れ。皆さんご一緒に、ボンポヤシ。さあ、ここで、うん、ここで持ってきてる、ファイヤローがまだ残ってると、2体落とせる。それ強くないって。やっぱ特殊型ファイヤロー強えわ。相当強えぞ、これ。で、サーフ。そうだね、そうだね。文字期待は全然あるんだよな、ここ。こう、ゴルラ打たれると、ニーフィアでもちょっときついのかなっていうイメージですね。ちょっと暴風連打しましょうか。相手がテラ切ってくるか切ってこないかにもあるけど、悪巧み積んでこない。あ、オッケーオッケーオッケー。シャドウボー連打で、一発は耐えるでしょう。耐えないね。まあまあまあ。これ耐えるんじゃないの普通。メガネっぽい？ちょっとわかんないな、これ。まあ、メガネだったらもう勝ちですよね。さあ、ニーフィアチェンジ。これ突撃直帰持たしてるんで、まあ、対応はできるかなっていうイメージですかね。で、このままシャドーボール、打ちながら、テラスタル切ってくるのも関係ないかな。スカフかな、これ。スカフっぽいね。勝ちでしょ。ああ、これは勝ちでしょ。シャドーボール。さあ、さあ、バチバチで決めていこうか。だいぶ入る。ここまで削ってしまえば、ハイボ入れても良さそうだな。160、90の、135、そうだね。シャドボだね。うん、シャドボだね、ここは。さあ、相手そのまま突っ張ってくる。問題、ナッシングツーマッチ？決めていきますよ、シャドボール！決まる。決まるよ、決まるよ、決まるよ、オッケー。これ、よくねえか？みんなそう思わねえ。2体落としたぜ。ファイヤロー強くね？これありだな。ちょっと、まぐれかもしんねえんで、ちょっと2戦目いきます。さあ、2戦目、レッツラゴー。さあ、TMK さん対戦よろしくお願いしますというところで、まあ、デカヌから来るんじゃない？まあ、もしくは、ピラフロール。イメージそれぐらいかな。そんな悪い展開ではなさそう。キアフローちょっとエアスラ連打してみたいっすね。ひるみで、ステルスロック任せたくないみたいな。風潮あるよね。あとはね、ちょっと挑発持ち一品切れがよかったな。サーさんが爆発としてドラパルト入れます。ただじゃない、カイルね。カイルが欲しいですね。あとは、まあ、ラウドで安定取れるんではないかな。わからん。ラウドかな。ギリのラウドかな。さあ、TMK さん対戦よろしく。なんかイケメンっぽい髪型してますけど、俺には通用しないよってとこ見せたいよね。キラフロル展開、ファイヤロー、相手間違いなく引いてこないです。絶対に引いてきません。かけてもいいです。さあ、ここの盤面なんですけど、特殊にどれだけ振ってるかももちろんあると思う。ここはね、ステルスロックを多分巻いてくるんで、エアスラ確認取れてたらめちゃめちゃありがたいんですが、っていうイメージかな、ここは。切ってもいいと思う。全然切ってもいい流れかな。全体的に食らわせしまえば、ドラパルトで全落とせる状況作れるっちゃ作れるんで、ここはエアスラで持ってっていいんじゃない？さあ、行こうか。ガッテン承知、才能解放。飛行と飛行が交じり合うとき、天が割れ、地は割れ、地上は割れた。人の死をについて何を考えるか、そんなもんは考えなくていいよ。俺は生きるだけだ。ファイヤローモードチェンジ、生きるモード。さあ、エアスラ、ちょっと入れときたいっすよね。うんうんうん、まあ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 、ナイス！
さあさあさあ、ステルスロックは嫌だよっていうのをちょっと見せたいかな。やすらもう一発。相手これでちょっとなんか変えてくる可能性あるんすよね。言うて。デカヌに変えてきてくれたら風船割れるし、みたいな。裏のガブリアスで対応できるかなと思うけど、ガブリアス連れてきてないっすね。さあ、どうしようかな、ここからって感じだけど。さあ、奴ら2発目。まあ、運ゲーをいきなりぶちかませるっていうのも結構でかいよね、と思うけどね。うん。急所、ヒルム、ステルスロック。ステロ好きだな、こいつ。このポケモンステロスロック好きなんですよ、結局ね。ステルスロックしかできないですよ。これ、毒菱まで巻きたかったんだろうね。見えてるよ。毒菱までやりたかったんでしょ？させねえよ。絶対にさせねえよ。パイロの早手の翼が発動してる限り、エアスラは連打できるかなと思ってます。今ね、不利な状況としては、まあ、ステルスロック1巻かれてるぐらいかな。あとね、皆さんね、あともう一つの技、エアスラじゃなくて、なんかね、もうちょっといい技使えたらいいじゃん、みたいな思うかもしれないですけど、技がないっす。ファイアローね、ソーラービームと破壊光線ぐらいしかないから、ちょっと微妙いんだよね。そこの対面が。だから俺もちょっと悔しい。そこはね。ちょっと悔しい。ちょっとね。ほんのちょっとね。これあんこ型っすね。これ 100% あんこ型っすね。あんこされたとしても別に、ハヤテの、あ、これデンジャー入れられた人も、ハヤテの翼入るんで、これ押していいと思うな。ほぼあとドラパルトでいけないか？全体的にダメージを与えることによってドラパルトの、わー、親族を持ってた。さあ、エアスラッシュ2個目。割と入る。次で落ちそうだね。食べ残しで微妙か？いや、いけるかな、これは。親族あと一発耐えるんで、テラ切るしかないんじゃない？相手は。じゃあ耐えるでしょ。これ入るね。は、来ましょう。落ちるでしょ落ちるでしょ落ちるでしょ落ちるー。よくない？みんなファイアロー強くない？めちゃ強くない？これ、あと上取れるのいる？お前ら、これ臆病最速だぞ。バカほど上取って、マスカイナ来ても上取ってんぞ。あいつドラパルトぐらいしかいねえよ。マルマインとかドラパルト出さないと。マルマインドラパルトいなかったよね。キラフロール、これ上取ってんぞ。あと、エアスラ俺、絶対当たるからね。ガクガクのエアスラ 100% 当たるって、令和で有名だからね。あと、歌舞伎町で有名です。おい、来いよ。これが東横キッズの力じゃ、これ。決めてやるよ。東横キッズスラッシュ！さあ、キラフロール撃破。皆さん、初手から出して、これワンチャンサンタであるっすね。ワンチャンサンタであるよ、これ。全然ある。多分ね、あんこ型回遊だと思うんだよ。あ、これガブはね、ちょっとね、暴風でも確認だったかな、確か。ちょっとエアスラ連打で、盤面作りたいんですけど、ちょっと厳しいのかな。まあ、上取ってるんで、いい流れ。ひるめ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 。いや、お前さ、鶴舞積んだとしても関係ねえだろ。笑かすなよ。俺の方が早いぞ。お前、先生技ねえだろ。俺の方が早いぞ。はい、おつー、サンタテー。えぐない？ファイアロ。エアスラ打ってるだけで勝てんのぜ。ちょ、みんなも作ってみて、これ。ちょっと3試合目いきます。さあ、対戦よろしくお願いしますというところで、まあ、イルカマンとか、デクアムさんとか、そこら辺じゃないでしょうか、と思ってますが、ドラパルト入るんじゃない？これドラパルトいけそうじゃない？みんな。まあ、あとはね、イルカマンちゃんをどう倒すかみたいなとこあるけどね、これは。ステルスロック巻いてきそうなのがやっぱデカヌ。マスカーニャいれば、まあ、いけそうだよね。行こうか。さあ、ぬっつよろしく。さあ、相手デカヌから来んじゃない？イルカマンから来んのか。そうか。イルカマンから来られると、ちょっとだるめではあるんですが、ここは身代わりスタートでいいと思います。まあ、ウェーブタックルぐらいなら、身代わり落ちないと思うんだよね。普通に引っ込めるか。悪くないな。ってことは、ここでデカヌか？ナイス。狙い通り。勝ちました。勝ちました、これは。ドラパルト3タネじゃねえの？風船で浮いてる？関係ないよ。アンコール、電磁波でしょ？うん。わかってる、わかってる。ガクガクテラスタロ切るよ。ガクガクテラスタロ切るよ。大丈夫？各位置で落ちちゃうけど。皆さん、このドラパルトの、ね、作り方書いてあるんで、皆さんしっかりと見ておいてください。で、正直言うと、ここでステルスロックを任せなかったら、裏のファイアローが、
ハヤテの翼が発動するんで、デカヌより早く動く、あ、デカヌじゃない、イルカマンより早く動けるんですよ。つまり、まあ、水テラス切ってたとしても、暴風そこそこ入るんじゃないかなと思ってます。行こうか。炎と炎が混じり合った時、地獄の豪華は全ての塔ダンジョンを制覇した。わかんだろ？トトってことだよ。チャンネル登録者数1000万人を超えたトトだよ。俺はその弟子だ。今日からうちのコミュニティはその傘下につく。さあ、テラバ耐えられるわけないよね。お疲れ。お前甘いよ。甘すぎるよ、デカヌ。お疲れ様、サタバサ、オーバーカス。狙い通りすぎる。相手読みやす。読みやす。しかも身代わり残してるってことは、皆さんドラゴンアローが一発でイルカマンに対して撃てるって話だよね。さあ、イルカマンチェンジ。問題ねえよ。どうせ水テラスしかできねえだろうが。見えてんねん。見えてんぜんよ。これ電磁波入れてもいいんですけど、どうせジェットパンチってくるんで、ドラゴンアローです。で、イルカマンもステルスロックとか絶対覚えないんで、ここでもしね、落とし切らないとか、ジェットパンチ、次のジェットパンチね、身代わり壊れた後のジェットパンチ耐えなくて、落とし切れないっていう状況があったとしても、ファイアローの暴風圏内かな。そういう状況を作れてしまった。うん。俺強いな、と。改めて思いますね。うん。今日一回も負けてないからね。クイックターン。それさぁ、逃げの姿勢だわ。逃げの姿勢です。この人。さあ、ラッツァに戻っていく。何出してくんだろうね。あとは相手が照らしたらどこで切ってくるかって悲しいですが、これはね、これはね、アンコスーンっすよ、多分。先に電磁波入れた方が、いやー、どうだろうな。ドラゴンアローでもいいと思う。新速、なんか照らせたら切ってくると思うんだよね。ここで電磁波は多分ないと思うんすよ。ドラゴンアロー、ドラゴンアローで、暴風圏内まで持ってくる方がいいのかなって感じかな。まあ、ってここ照らせ切らないと相手的にどうしようもないし、逆に言うなら照らせ新速なら落ちるかなっていうイメージぐらいかな、怖いのは。さあ、海流が何も見えない状況からテラス太郎頑張っていますが、そんなもんはね、人に見えない頑張りは頑張りじゃないんです。人の見えるところで皆さん努力しましょう。先生の前だけ勉強してればいいんです。塾の前だけで勉強しとけばいいんです。みんなが見てないところでは、ポケモンしようぜ。さあ、海流、間違いなくノーマルテラスかなーっていうイメージ。さあ、あとはねーって感じなんだよね。あと誰連れてきてたっけイメージ誰連れてきてたっけなーっていうぐらいかな、こちらとしても言うことは。さあ、海流ノーマルテラスタル新速ぶっぱかな。これ落ちるっすね、多分。うん、さすがに落ちるっすね。さあ、ドラパルト急所に当てられる。相手マルチスケール残されてる。ちょっといい流れだったんだけどね、さっきまでは。うん、さっきまで超いい流れだったんだけど、正直言ってしまうとマスカでいける気がするんだけどな。うん、マスカで問題ないと思うけどね。まあ、ステロ任せてないから、俺がね。ステロ絶対任せないマンで俺有名じゃん。ここはもうマスカでいけるかな。そうだね。マルチスケールだけどうにかしないといけないのかな。ケタグリがなんかよくわかんないんですけど、これなんか、あんま打たない方がいいっすよね。ちょっとよくわかんないんですけど、畑落とすからでいいよね。ダメかな？トリックフラワーの方がいい？畑落とすでいいよね。65、1.5。これも1.5。の1.5。じゃあ畑落としじゃん。じゃあ畑落としじゃん。最高火力だよね。最高、あ、でも急所当たるんか。1.5、1.5。じゃあトリックフラワーの方が入るんか。マスケの久々使うからわかんない。いい体だな。助けってことはバレてないっすね、これ。うん、だからバレないこと重要だと思ってるんで。あ、こいつメットかよ。腹立つな。メット一番腹立ちますよね。あとは不意打ち打って相手押してきそうだからね。不意打ち読まれてっかな。読まれてても畑落とす入るか。あ、新速プラス2だから無理だね。さあ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 、ってことは早手の翼って先制度ってプラス1だね、多分。
新作の方が早いのか。うわー、厳しいな、厳しいな。ってことはここ体力削られるからジェットパンチ剣。うわ、あんなに余裕だと思ってたのによ。おかしいだろ。だよね、みんなチートだよね、こんなの。あんなに序盤有利だったのにさ、この海流とかやつマジ腹立つわ。こいつ作ったやつ誰だよ。ほら、新速プラス2とかいう意味不明な精度やめろ、マジで怒らせんな俺のこと。なんで落とせんだよ、どう落とせねえのお前。もううまーまー、大変ありがとうございました。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。ちょっとね、悪いところは一瞬ありましたけど、まあそれは3試合目ぐらいでほとんど勝ってたんで結構いい流れかなと思ってます。でね、まあ一番弱いのがやっぱ新速、新速にはちょっとめっぽい弱いのかな。まあそれ以外に対しては結構いいかなと思ってます。やっぱね、初手出しのテラス切ってバンバン倒していく形がみんないいかなと思ってます。これね、結構ね、最近のやっぱドラパルとマスカーニャ、まあサーフ号に対しても使えるのかな、サーフ号とかも使えるかもしれない。ちょ、みんなもね、使ってみてほしいなと思いました。他にもね、対戦動画とかいろいろ上げてるんでチェックしてもらえたら嬉しいです。チャンネル登録してお待ちください。じゃあ次の動画でお会いしましょう。ブイチョ。